キーブレード戦争って知ってる？え？当然だろ。大昔、キーブレード使いたちが光を奪い合ったってやつ。マスターから何度も聞いたさ。奪い合った光でキングダムハーツを出現させて、何がしたかったんだろうな。さあな、戦争を起こす理由なんて理解できないよ。じゃあ、ロストマスターって聞いたことある？何それ？キーブレード戦争は彼らが起こしたんだ。初耳だな。どこで聞いたんだよ。いや、彼らのためになのかな。意味わかんねえ。本当は知ってるんだろ？何が？彼の地で光は闇に敗北する。次期マスター候補のお前が知らないはずない。そうね。見つめる目が全てを見てる。もう決まってるんだ、この世界の結末は。結末が決まってたらつまらないだろう。もし闇に敗北するなんて結末になるなら、俺が書き換えるさ。かなりの自信だな。でも、勝負の部が悪いんじゃないか。光は闇と違って、目に見えるものだけじゃない。最後までわからないさ。期待してるよ。
ゼアノートを倒すには、悲しみの中で眠る者を再びこの地に迎えねばならない。これは最初に話したな。うん。今回の承認試験は、目覚めの力を手に入れる旅でもあった。だが空は最後に闇に飲まれたことで、新たに身につけた能力が完全ではない。さらにゼアノートの器とされかけたことで、これまで身につけた能力の多くが失われている。それは自覚しているのではないかな。まずは失った力を取り戻すのが先決だ。すべてを取り戻すことはできないだろうが、今回の承認試験で得ようとしていた目覚めの力だけは完全な状態にしなければならない。かつて失った力を取り戻したヒーローの元を訪ねてみるがよかろう。何かヒントが得られるかもしれん。ですね。うん。ヒーロー様、僕たちも空と一緒に行きます。もちろんそのつもりだ。空を助けてやってくれ。また楽しくなりそうだね。旅行じゃないんだぞ。出発だ。行ってきます。どうやって行けばいいんだ？よし、出発しちゃうだよ。前とは航路が変わってるみたい。イエシッド様は空が心のままに進めって言ってたよね。そうだ、どっち？それ、
あ、会えてないでしょ。考えてるよ。何も浮かばないんだよ。前に言ったことがあるんだから、その友達のことを考えてみたら。じゃあ何にも浮かばないよね。浮かぶはずないよね。神が導く心のままに。え、何それ。これまで何度か旅立つとき、イエンシッド様が必ずボソッと言ってたよ。そうなの？聞いたことある？空耳だったのかな。鍵が導く心のままに。やってみるよ。ゲットだ。よし、オリンポス目指して出発だ。まもなく夜空の惑星が一直線に並ぼうとしていた。ハデスは18年温めてきた計画をついに実行に移そうとしていた。そもそも運命の女神たちが予言したオリンポスの鳥の未来はこの時が示されていた。ハデスは考える。テラやクラウド、アーロンが現れたことで計画を早まったことが失敗の原因だったのだ。そしてついに惑星が一直線に並ぶ。惑星直列から放出された闇のエネルギーは牢獄に閉じ込められていたタイタン族を次々に解放する。さらにかつて空に倒されたタイタンたちまでもが復活を果たす。ハデスは復活したタイタン族にゼウスへの復讐心を煽り、オリンポスへ向かわせていた。